今からあの私の金沢美大の時の同期がやってる金沢アート工房、ここね、障害者デザイナーアーティストが作った T シャツを作って販売したりしてるんですけど、今回能登半島地震の支援でアートエイドっていうことでいろいろと T シャツ、そのアーティストの作った T シャツの販売とかいろんなことで支援をしているということで、それを取材に行きたいと思います。ね、素晴らしいよね。行ってきます。金沢市教育プラザ戸賀市で、どこでやってんだろう。ここかな。こんにちは。お世話になります。当たり前です。これか、素晴らしいね。アーティストが作った作品です。マネってこれでもいける。はい、よしよしよし、はい、じゃあ撮影準備ができ整いましたので、今からコスプレします。イエーイ。これ誰の作品とかって言わんって。言った方がいいよね。高橋まさりくん、まさりさん、まさ、まさり、まさりくん、まさりさん、さん、高橋まさりさんの作品です。え、これ八富翔太郎くんの作品です。なんか作品のコメントもした方がいいよね。できれば。これは誰？ヒーロー。ヒーローなんだ。背中にもヒーローいるの。どんなヒーローか俺は分からんけど。ヒーローがいる。三国志に出てくるヒーロー。はあ。なるほど。ということです。こちらは高木重俊君の作品です。はい。ね、これはチェス。チェス。チェス。すごいね。これはなんかこう戦ってるという意味でもね。そうです。それを表している。じゃあ背中。背中。かっこいい。ぜひ皆さんお買い求めください。イエーイ、ありがとう。作家さんおるといいね。こちら船橋明さん、タケコプターです。私も23世紀型お笑い系百姓ですけど、これは25世紀型かな。素晴らしい。ふんふん飛びそうだ。なんか T シャツなんかちょっと浮いた感じがします。イエーイ。市村優雅さんの作品です。ミル&シープ、ね、でここに羊男がいます、ね、で背中にもいるの。なんかいない。いない。羊だけなんだね。はい、ぜひなんかちょっとふわふわっと温かい感じがしますので、皆さんぜひお買い求めください。これは高峰梨沙さんの作品です。でこれ春よ来いってカンポンスプリンですけど、後ろはウクライナ、ね、ウクライナに春は来ればいいなという作品ですね。これはやっぱなかなかちょっと着てて、なんか温かい感じはするけどちょっと重いね。でも皆さんぜひ大事なことなんで応援していきたいと思っています。イエイ。南勝則さんの作品です。菩薩、前は日光菩薩、背中が月光菩薩ね。素晴らしい。これなんか前の去年の美大祭の時のあの時でもこれ結構売れてた人気商品だと思うんで、ぜひ皆さんお買い求めください。これ向かいの浩平くんの作品です。14人のバイオリニスト。12人バイオリニスト好きなの。はい、好きなのね。自分で弾くんだ、ね。うん、自分でも弾くんだ。はい、うん、思った絵を、思った絵を描いたんだね。素晴らしいね。ぜひ皆さんこれを着るとちょっと音楽も上手になるかもしれません。お買い求めください。イエーイ、ありがとう。和島楓さんの愛の花、これプリントだけど作品自体はなんか切り絵みたいですね。こういうなんかふんわりした切り絵、まあ、
親父が着るより女子が着た方が似合うんじゃないかなと思う T シャツです。ぜひ皆さんお買い求めください。古地雄二くんの作品です。このプードルが可愛いね、ふわふわっとしたこのワンちゃんが好きなようで、後ろはダックスフンドもついてます。ダックスフンド当てる、当てるって言われたということで皆さん、あのこのなんかワンちゃんが好きな子はこれを着ていると毎日犬といられる、なんか楽しい T シャツです。ぜひよろしくお願いします。イエイ。細川洋平くんの作品です。この派手な感じが僕にぴったりなんですけど、あの花束ブーケという作品でございます、ね、花なんかなかなか華やかな感じで私にはちょうど似合ってるような気がします。イエイ。他のミサさんの作品です。これ You will success、ね、あなたは成功するよ。背中に何でやったこれ、あなたとあなたの隣は安心するよで、なんか林野さんの T シャツのあなたとここで握り飯となんかちょっとフレーズが似とってちょっとおもろかったんですけど素晴らしい、なんか、これ来たらなんか何でもできそうな気がします。これも粘土でできてんの、はい、紙粘土です。紙粘土でできてんの、すんごいクオリティ、びっくり。これもでもってことはこれ顔も全部オリジナルだね。はい、すごいね、かっこいい。シリーズを今チェスの後に作っていて、トランプシリーズなんだの、はい、これは例えばキングとかあのクイーンとかが、はい、ここがクローバーの列、これがハートの列っていうのを今6ぐらいまで作ってて。そうなんだ、はい、かっこいい。ってことは全部1から13までいるってことやっていうのを今作りかけている。へえ、かっこいいですけど、これペンで描いた後に色塗っていくって感じ。はい、そうです。なんか写真とか見てやるの、こうやって本見てイメージしながらこうなるの、はい、そうですね。かっこいい。あ、ドラえもんいるこれ趣味、仕事、オリジナルの絵なんですよ。はあはあはあ、まあだから完全に参考にはするけどオリジナルなのね。オリジナルってか、ね、自分で考えた絵なんだよね、うん、オリジナルじゃない、うん、キャラクターもオリジナルじゃない。なるほどね、キャラクターもオリジナルじゃないよねすごい、すごすぎるよ。絶対失敗しないの。失敗してもなんとか工夫します。ああそういうことなんだ。端っこから全部できていくっていうのはすっごいよね。やっと頑張った、一つのバラ塗れた。教えてくれた先生なんだ。はい、ねえ、とりあえずがこれはもう色鉛筆でどんどんいっちゃうわけ。下絵もないもないよね。一応下絵はあるのかな。え、下絵、下絵っていうか、いや、まああったんだけども、うん、まあいろいろ変わって、まあこうなって描きながら変わっていくんだ、うんうん、色使いが独特だよね。もう、うん、こうもう全部頭の中でできたのをどんどん塗っていくんだろうな、うん、蝶々は好きなの。まあ好きかな、蝶々、うん、こうやってここで描いとけ。はい、どうぞ。すごいね、しかもすごい作品の量やね早いね早いんや。この時計は、時計はあの何だろう、いろんな時間になってるじゃないですか。ああ、だから時間がこう動いてるタイムマシーンみたいなイメージなんだ。へえ、他にも、あ、時計が多いね。あ、これはバイオリニスト、自分自身がバイオリンが好きで。なるね、
でそのバイオリンの CD の、 あの表紙っていうか、はい、ジャケットの人を 絵に描いてへえ高島千作を描いてなるねこれはなんかどっかの都市みたいな。ああこれ世界遺産で。はあ。これタージマハル。タージマハル。これなんかあのアメリカ大統領のあれ顔のやつ。あそうそうそう。よく教科書に載っとったよね。載ってたやつ。なるほど。あそうよ世界遺産が。あのなんだろうブラジルのあのキリスト像。ああはいあの山の上に立ってるやつやね。はあ。すごいねイメージが。ね。さてこれは何でしょうかってやつでね。これ去年21尾で。アート工房のあれは何だっけ八国文化祭での、展示展示っていうかなんてでこれが置いてあったんだけどちょっと俺これをコスプレする機会を逃してしまって今回リベンジこれすごいよね仏になれるやつだよねすごいそれ何だっけ尺何だっけ手荷物レンゲこれはあの仏さんばっかり描くこの、うん、南さっきね月光と日光菩薩、うんうん、それのコスチュームをイメージしたコスチュームの立体版だよねすごい元より立体にしてこれを作ったあんたらがすごいわどうやっていくんだポンチョフニポンチョフニどっち頭こっちかこっちかイエーイよしよしかぶずらかぶってずらこれずら前やってるあ、まあ、手に持ってもらっていい仏になったわすげえ。なんかすごいよ。これこうか。すごい感じするよ。あ、ボス。あ、これ。そうだ。これね、はい。これを描いてるこれね、これは日光月光菩薩。これは仏様でいいの？仏様です。仏様でいいの、ね？はい。ああ、ちょっと見て。これ売ってないよね。これ非売品だよな。すでに一点物だよ。はい。あの日光菩薩、月光菩薩の T シャツは販売してますので皆さんぜひお買い求めください。ナムヤンダムです。はい。本当はうちの孫に着せたら可愛いんですけど、こういう可愛いポンチョもあります。おじいちゃんが着ていいのかなってやつ。全然サイズ合わんやこれこれ無理あるわてるてるポーズこれ非売品これは非売品これ非売品です、まあ、作品の一つですちょっと孫説得して何とかしてみますイエーこれまずいって船橋明さんのタケコプターの T シャツこれよく見るとこれワイヤーアートになっててこれが現物のやつでこれタケコプターの帽子になってシルクハットになっていますなんか飛べそうでもう一個もう一個あるやろはいもう一つがこれですこれもワイヤーアートになっててえちょっと こっちかこっちかこっちこっちがオッケーはいこういう帽子もあります立体にするとすごいよねこれね見るとすごいのよこれも非売品ですけどあのこれを作った、彼の T シャツもぜひ皆さん楽しい T シャツに仕上がってますのでお買い求めくださいいえはい実はあの金沢美大の時の同期の皆さんでございます。お久しぶりです。ということで、彼らがね今やってるのは金沢アート工房所属のアーティスト13人による
アート T シャツで東半島を応援しますという企画でございます。でぜひこれ、今説明欄に、買い物カゴの URL を貼っておきますので、ぜひ、アーティスト13人の作品が買えますので、皆さんぜひお買い求めください。でそれが能登半島の支援にもなるんだよねということですので、皆さんよろしくお願いします。イエーイ。